鉄旅研さん、ファンタスティックトラベル、肥薩オレンジ鉄道全28駅を紹介する鉄旅第3章のスタートです。この第3章は水俣から終点八代までの各駅停車の旅を描きます。ぜひお楽しみください。仙台駅から水俣までの全28駅を紹介する旅は第1章と第2章をぜひご覧ください。この第3章、不知火海の車窓を楽しみながら足北八代の一駅一駅を下車していきます。それでは水俣駅を出発しましょう。水俣駅です。水戸岡駅のデザイン、オーソドックスな駅の骨格を生かしながらも新しさを際立たせる素晴らしいデザインです。では肥薩オレンジ鉄道水俣駅を出発です。ご覧の通り、駅の北側の部分は鹿児島本線時代のホームがほぼ原型通り残っています。そして最初の踏切のこの右側、矢印のところですが、日本一長い運動場の看板の道、ここがですね、旧山の線の廃線跡なんです。ご覧の通り、しばらく肥薩オレンジ鉄道は山の線の廃線跡に並行して走っていくんです。この水俣川の手前で旧山の線と分岐、肥薩オレンジ鉄道は水俣川を渡り新幹線と合流、そして新水俣駅へと入線していきます。新水俣駅です。渡辺誠の設計、長尺の金属パネルを巡らせたこの外観、不知火海のさざ波がきらめく様子を描いているそうです。一方、肥薩オレンジ鉄道のホームは細長い島式線の構造となっています。新水俣駅の次がつなぎ駅です。スイートスプリングの里つなぎ町の玄関口、相対式ホーム2面2線の構造です。つなぎ町は駅から歩いてすぐのところに、列車からも見える長半岩という奇岩があります。行ってみましょう。長半岩です。高さ80メートルもある巨大な岩山なんです。頂には現在の天皇陛下の誕生を祝して建てられた国旗が風にたなびいてます。麓にはつなぎ温泉が湧き出しています。モノレールで山の中腹にある露天風呂に上がっていくことができるんです。気持ちよさそうですよね。肥後藩の石工三平が架けた橋、長半岩メガネ橋です。1849年の完成です。環境に配慮した農法と安全で美味しいを基準にしたセレクトショップつなぎ百花堂、このつなぎ百花堂も長半岩の目の前にあります。特選みかんの詰め合わせ、旬が来たものの中でお店が味を確認したものだけをセレクトして販売しています。2月から3月は柑橘のまさに旬。ここで肥薩オレンジ鉄道のオレンジ名産ラインナップをご紹介しましょう。阿久根市、阿久根名産ボンタン、つなぎ町、スイートスプリングの里つなぎ、足北町、足北デコポン、八代市、八代特産万平油。以上、肥薩オレンジ鉄道名産オレンジラインナップでした。つなぎ駅から湯の浦駅の間だけは伏線になっています。昔この辺に倉谷信号場がありましたが、
鹿児島本線輸送力増強のため信号場だけの複線区間を駅間に延長したものと思われます。湯の浦駅です。湯の湧き出る港という地名の通り、湯の浦温泉センターが駅の近くにあります。温泉としての歴史は古いようです。待合室があるだけの2面2線の駅です。佐敷駅です。駅名標は国鉄時代のものをそのまんま使用しています。駅舎も大正時代の開業当時のものに改築を加えて今に至ってるんです。正面も国鉄鹿児島本線時代そのまんま、素敵な駅舎です。佐敷駅のあるここ芦北を舞台にしたアニメ放課後平凡日誌、今このアニメの聖地巡礼キャンペーンを行っており、駅舎内もアニメの舞台となっている芦北の絵が展示されていました。アニメの絵の通り、佐敷港は白縫海にある漁港です。白い帆を広げた打たせ船を使った底引き網漁が盛んでした。穏やかな佐敷川河口付近の白縫海、ここで獲れる足赤エビを使った料理がここ芦北の人気料理になっています。しかし昨今足赤エビの漁獲量が減少しており、復活を期して一旦キャンペーンを中断することになったようです。記念すべき足赤エビ最後のキャンペーン、エビアンさんは非常に有名ですがいつも長蛇の列なので、私はサルカニ合唱店をセレクトしました。駅からもほど近いこのサルカニ合唱店さん、私は定番の足赤エビ天丼を注文しました。足赤エビ天丼です。プリップリの大きな足赤エビが2尾ドーンと乗っていてボリュームたっぷり。白縫海で獲れた新鮮な海の幸、美味しいです。それでは佐敷駅に戻り鉄旅を出発しましょう。次は海の浦駅です。2020年7月に熊本を中心に九州を襲った豪雨、肥薩オレンジ鉄道も被災しましたが、ここ佐敷トンネル周辺が一番被害甚大だったんです。大量の土砂で線路が埋まってしまっていましたが、幸いのことに取り除かれて新しいバラストに線路が敷設され、斜面もご覧の通りコンクリートで固められました。佐敷トンネルを抜けるとすぐに海の浦駅です。鹿児島本線時代から防線駅、簡易待合室しかありません。海のホームから海の浦の集落と海が見えています。海の浦の次は肥後田の浦です。海側に大きな東海カーボンのプラントが見えてきました。半導体メーカー向けのファインカーボンを生産しています。1925年に駅開業、現在の駅舎は1974年に建設されたコンクリート製の建物を使用しています。この肥後田の浦から日名子温泉までの区間は白縫海の海辺を走る区間なんです。車窓に穏やかな白縫の海と向こう岸の天草をのんびりと眺めることができるんです。田の浦御立岬公園駅です。旧田の浦町の役場に隣接しているため乗降客数の比較的多い駅です。2005年肥薩オレンジ鉄道の駅として開業しました。レジャーランドである御立岬公園に一番近い駅ですが、徒歩で30分程度かかります。
海釣り、海水浴、温泉、キャンプなどなど様々な施設が揃っているようです。田野浦トンネルを抜けると車窓に白縫い海が広がってきました。夏になると白縫いの火がドローンと海の上に浮かんでいるのが見えるかもしれません。田野浦の海は天草諸島によって塞がれた内海なので本当に穏やかな海です。海辺に小金ヶ浜海水浴場、その先に上田野浦駅が見えてきました。私は上田野浦駅は肥薩おれんじ鉄道の駅の中で唯一秘境駅の要素を持っている駅なのではないかというふうに考えています。山と海に挟まれた地にあり、民家はあるものの住民は少なく、県道国道もないのため駅は静寂の中にあります。駅舎は芦北町が建てた木造の駐輪場を間借りしているようです。上田野浦駅の跨線橋から見る白縫いの海です。綺麗です。次の肥後二見駅まで肥薩おれんじ鉄道は海沿いの線路を走り抜けていきます。この駅からいよいよ八代市に入ります。二見の町は駅から山を抜けた位置にあります。駅周辺には水田が広がっています。ここから八代市に面した白縫い海は江戸時代から干拓埋め立てにより陸地が拡大してきたところです。ここ日名湖温泉駅も開業当初は海岸線がもっと駅前の位置に広がっていたようです。ここも佐敷駅と同じく大正時代の創業駅舎に改築を続けてその使用を継続しています。駅のスタッフの皆さんがこの駅舎内で乗客の方にお茶をもてなしていくことくれることもあるそうです。コンサートを開いたりして駅とお客様の心の触れ合いを大事にしている素晴らしい駅なんです。日名湖温泉の歴史は約600年に及びます。日名湖温泉は弱アルカリ単純泉、傷に効果があり美肌効果もあるそうです。冬には八代名産バンペイユを浮かべたバンペイユ風呂が人気。江戸時代熊本藩の繁栄温泉になったことからお殿様も入る温泉として人気が高まったようです。国登録有形文化財の金波楼です。創業100年を超えた木造建築は今も現役。庭園の四季の花も見事だそうです。日名湖といえばちくわ。明治16年にここ岩崎で取れすぎて捨てていた魚を竹に巻いて焼いたのが始まりと言われています。私は揚げたてのちぎり揚げのショーを注文したのですが、お店の方がご覧の通りパックに山盛りで詰め込んでいきます。周囲のお客さんみんな大笑いでした。日名湖温泉駅の次は肥後高田駅です。短大や高専が駅の前にあり、通学乗降客が多い駅なんです。相対式2面2線、東側は山になっているので、この駅から西側の学校群がある場所は干拓でできた土地のようです。肥後高田を出ると球磨川橋梁を渡ります。ワーレントラス4連の橋梁。 JR 肥薩線の球磨川橋梁は豪雨災害で流出してしまいました。早期の復旧を願っています。日本製紙八代工場の煙突、そしてその手前に肥薩線が合流してきました。普通区間なので雑草で線路が荒れちゃってます。
終点八代駅に入線します。 116.9km、 28駅の全駅周遊の旅ゴール。でもこの八代駅を楽しむ旅がまだ残ってますよ。八代駅は0番線が肥薩オレンジ鉄道、1番線は北側を JR が使用し、南側を肥薩オレンジ鉄道が使っているようです。八代駅左側の建物が肥薩オレンジ鉄道の本社社屋です。それでは八代のランドマークである八代城と美しい日本庭園が広がる商品券をご紹介していきましょう。商品券は八代城代松井奈代駅が母のために1688年に建てたお茶屋です。花菖蒲の名所で国指定の名勝であるここ商品券、庭園横の2階建ての書院は江戸初期に築造されたものです。ゆるい築山やその石組み、また須浜や石橋の姿から京都の桂離宮の影響も伝えられています。それでは商品券の前にある八代城をご案内しましょう。本丸跡に金吉親王を祀る八代宮が鎮座しています。1646年松井沖永が入城し、以後は代々松井氏が在城していました。本丸の石垣と内堀はご覧の通り、時を超えて立派に現存しています。石垣には石灰岩が用いられ、その色から別名白鷺城とも呼ばれています。それではここ八代で肥薩オレンジ鉄道の旅締めたいと思います。仙台から泉、水俣、八代と素晴らしい旅だったと思います。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録にご協力よろしくお願いします。